あ、それもあるんですが、理想の関係の話です。あれから考えたんですが、私、あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもない。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく優しいところとか楽しいところとか変わってない。そういうのを成長っていうのかなって思う。私も一緒に成長したくなりました。マスター、私マスターのことが大好きです。マスター、さっきも幸せだったのに、それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張ります。私たちの理想を目指して。何でしょう、ワクワクです。マスター。マスター、マスター、どうしたのですか？え、単に眠くなっただけですか？マスターが突然ここに倒れたのでびっくりしたのです。なるほど、体を休めたいだけだったのですね。じゃあ私もマスターの真似をしたいのです。いいけど少し恥ずかしいですか？失敗したことを他人に見られたりした時に感じる感情だったはず。そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか？人間の感情を理解するには、ま、いろいろと考えていたら何やら頭がぼーっとして。マスター、ここで私も寝てもいいですか？猫、はい、すぐにまた元気になっていてくださいね。